やっほー、ズンダモンなのだ。どうも四国メタンです。少し前、ボラが大量発生したニュースを見たのだ。私も見たわ。水面を覆い尽くすほどのボラが泳いでいて、さすがにびっくりしたわよ。これは良くない自然現象なのかしら。東海地方で起きていたボラの大量発生は2013年1月にニュースとなっていた。あの量にはさすがの僕も驚きを隠せないのだ。ボラってあんまりいいイメージがないわ。汚れた川とかにもいたり、匂いも結構強いわよね。確かにその強烈な匂いから釣り人からは嫌われ者のイメージがある。でも遥か昔の時代からボラは高級魚として、なおかつ出世魚として珍重されてきた存在なのだ。高級魚ってことは食べていたってこと。臭いしあまり美味しくなさそうだけど。それでは今回はそんな臭くて嫌われ者のボラについて、その生態から、なぜ臭いのか、本当に高級魚と呼べるほど美味しいのかなど、いろんな疑問について紹介していこう。勘違いされてきたボラの本当の姿や、美味しいボラの選び方から食べ方、あまり注目されないボラの有用性なんかについても紹介していくから、最後まで見てみてほしいのだ。今までのイメージがガラッと変わるかもしれないわね。ボラはボラ目、ボラ科に分類される魚の一種。ほぼ全世界の熱帯温帯に広く分布する大型の魚で、河口や海と川が混ざった湾の内側の汽水域に生息している。食用にもされるので、一部のスーパーでは販売されていることもあるのだ。本当に食べられるのね。あまり食べる気は起きないけれど。全長は沿岸でよく見られるのは数センチから50センチくらいまでだが、最大では90センチ以上に成長することもある。そんなに大きくなるのね。細長い体に平たい頭をしていて、口はやや小さく、歯も小さい。そしてボラには背びれが2つあって、前にある第一背びれはヒゲの硬い筋部分である棘状が発達しているのだ。体の色は背側が黒っぽく、腹側が銀白色をしている。尻尾にかけて青い斑点が縞のようになっているのが特徴的なのだ。見た目は立派で美しいわね。目とその周辺に視腱と呼ばれるコンタクトレンズのような器官で覆われている。この部分は冬になると周りに脂肪がついて白っぽく濁るのも特徴。ボラ科の近縁種で、同じく大型魚となるメナガとの区別の一つはこの視腱の有無なのだ。魚特有の透明なまぶたのことね。サバやニシンなどが同じような特徴を持っている。ボラの中にはどんな種類がいるの？ボラ科の魚はほとんどが沿岸性の海水魚だが、一部淡水性の種類もいて、その数は70種類以上が確認されている。日本近海にはボラの他にもメナダ、セスジボラ、オニボラ、南洋ボラが生息しているのだ。ボラにはたくさんの種類がいるのね。日本では北海道より南に生息していて、淡水と海水が交わるような汽水域に生息している。とはいえ基本的には海水魚なのだ。でもボラって川にもいるイメージがあるわ。もともとは海にいた魚なの。ボラは水質汚染に強いから、都市部などの河川や港にも住むことができる。本来であれば魚が死滅するような汚染水域でもタフなボラは生き残れる。体の大きさが同じくらいの仲間同士で大小の群れを作って水面近くを泳ぎ回っているのだ。多少汚れている水でも生きていけるのね。釣りをしている人がいると、その餌に釣られて近くまで群れで泳いでくることもある。じゃあついでに捕まえられるかしら。泳ぎが俊敏だから網だけで捕まえるのは結構難しいと思うのだ。ボラはとても高くジャンプすることができる。時には自分の体の2、3倍ほどの高さまでジャンプすることもあるのだ。凄まじいジャンプ力ね。釣ったボラをそのままバケツなんかに入れておくと、ほぼ間違いなくジャンプで逃げられてしまう。逃したくなければきちんと蓋をしておいた方がいいのだ。ボラはなぜそんなにジャンプするのかしら。ボラがジャンプをする正確な理由はまだ解明されていないが、いくつかの説がある。一つは水中の酸素濃度が下がると酸素を求めて水上へ飛び出すという説。もう一つはジャンプの衝撃で体に付着している寄生虫を落としているという説がある。いろいろな説があるのね。近くでこんなに大きなボラがジャンプしたら人間だって驚いてしまうわ。ボラのジャンプによってサーファーや釣り人が怪我をする事例は少なくないから、ボラの群れの近くでは注意が必要なのだ。競艇場のレース中にボラが選手に激突する事故も起きている。競艇のレースなんてとても速いスピードよね。そんな中ボラがジャンプしてぶつかってきたら、衝撃はきっとものすごいでしょうね。衝突した選手が失神してしまうほどの衝撃だったのだ。恐るべしボラのジャンプ力。
近くにいたら注意しましょう。とても大きなボラだけれど、どんなものを食べてここまで大きく成長しているの？先ほど少し話したが、ボラは基本的には雑食なのだ。ゴカイやカニなんかの小動物、岩についたものを食べる。あとは水底に積もったデトリタスが主な食料なのだ。デトリタスって何かしら？初めて聞く人が多いと思うわ。海洋学ではプランクトンや生物の死骸、排泄物などが分解されて微粒子状になった有機物のことをデトリタスと呼んでいる。水中の底の方で餌を砂や泥ごと平べったい下顎をうまく使って口の中にかき集めて食べているのだ。これがあの匂いの原因なので、逆に言うと汚い部分を掃除してくれてる掃除屋さんでもあるということね。同じように岩の表面についた藻類なんかも削り取るように吸い込んで食べる。これは水族館などでも水槽のガラス面掃除の直前などに観察できることがあるから、機会があったら見てみてほしい。え、砂も泥も丸ごと食べてしまって大丈夫なの？ボラの胃の幽門部は丈夫な筋肉層が発達し、サデイマジリの餌をうまく消化できるのだ。この部分はボラのへそと呼ばれていて、一匹から一つしか取れない希少な珍味とされている。おへそを食べるの？正しくはへそではなくて、人間でいうと十二指腸につながる胃の部分。丸い形をしている生殖可能な珍味なのだ。食感は鶏の砂肝に似ている。砂肝と聞くとちょっと食べてみたくなったわ。変な匂いはしないのかしら？中心部は筒状になっていて異物が詰まっているから、この異物を調理段階でしっかり洗い流せば大丈夫なのだ。これをしっかりときれいにしないと匂いや食感が悲惨なことになる。上手に処理すれば美味しくいただけるのね。ボラの天敵はイルカ、ダツ、スズキなんかの肉食魚や、サギ類やカワセミ、アジサシ、ミサゴ、トビ、ウなどの魚食性の水鳥がいるのだ。大きいから大丈夫かと思っていたけど、意外と天敵が多いのね。産卵期は10月から1月、外洋に出て南の方に向かって回遊して産卵しているが、詳しくは解明されていない。まだ謎な部分があるのね。産卵した卵は直径1ミリほどのサイズで海の中を漂っている。産卵の数は約200万粒ほどと言われているのだ。他の魚と比べると卵の脂肪分が多く、産卵後は数日のうちに孵化して春頃に3から6センチに成長すると再び沿岸域に戻ってくる。体長は1年で約20センチ、3年で40センチになり成熟するのだ。成長の過程で海を行き来するのね。ボラの名前の由来は2つある。一つは太い腹という意味のホバラという言葉が転じてボラとなった説。もう一つはボラの姿が角笛に似ているため、中国で角笛という意味の腹という言葉が転じてボラとなった説がある。どちらも不思議な名前の付けられ方ね。ボラは漢字で書くと魚辺に油えボラと書く。ボラの幼魚のお腹は黄色い脂肪が詰まっていることが由来なのだ。魚の漢字って難しいけど、これは覚えられそう。ボラは地域によってさまざまな名前が付けられている。関東地方は伊勢鯉、愛媛県は菜種ボラ、広島県はマボラ、その他にも口目、メジロ、エブナ、黒目、白目など呼ばれているのだ。え、さすがに多すぎじゃないかしら。もはや別の魚なんじゃないかと思うわ。またボラはブリやスズキと同じように大きく成長するに従って名前の変わる出生魚でもある。まさか出生魚としての名前も地域ごとに変わったりしないわよね？それが変わるのだ。稚魚から成魚になる順番で紹介するのだ。関東、おぼこ、いなっこ、すばしり、いな、ボラ、とど。関西、はく、おぼこ、すばしり、いな、ボラ、とど。高知、いきなご、こぼら、いな、ボラ、大ボラ。東北、こつぶら、つぼ、みょうげち、ボラ。もう言葉も出ないわ。これが全部ボラの名前だなんてとても信じられない。中には僕たちが普段使っている言葉の語源になった名前もある。結局とか行き着くこととどのつまりなんていうのだ。聞いたことがあるわね。関東と関西で呼ばれている一番成長したボラの呼び方とど、これ以上大きくならないの意味からとどのつまりの語源となっている。とどって水族館にいるとどかと思っていたわ。関東と関西で成長初期に呼ばれているおこぼは子供の幼い様子や可愛いことを指すおぼこいの語源とも言われているのだ。漢字ではおぼこいとかおぼこいと書き処女を意味している。いろんな意味を持っているのね。いなの背中を意味する
稲瀬という言葉は、江戸時代の若い男子が稲の瀬に似せて言ったまげの稲瀬一丁から生まれた言葉なのだ。粋で切符のいいことや容姿などに例えて使われた。粋で稲瀬なんて言うわよね。男気のあるたくましさやさっぱりしているっていう意味だったかしら。江戸っ子男子によく使われる褒め言葉はまさかのボラが語源なのだ。阿波おくという言葉もボラが語源になっている。とても驚き慌てるという意味よね。江戸時代の言葉遊びに、阿波おくって育つはボラの子ばかりというものがある。川を遡上してくるボラやイナが泥に頭を突っ込んで餌を食べる様子が阿波を食べているように見えたことから来ている。ボラの遡上は江戸時代にはありふれた光景だったのだ。これまでの話を聞くと、ボラっていろんな言葉の語源になるほど人間の生活の中ではとても身近な存在だったのね。ボラは江戸時代には養殖もされていたほど盛んに食用とされていたが、古くはなんと最古の日本の歴史書日本書紀にも登場する。日本の成り立ちや建国の神話、それを治める天皇の事績と歴史が記されているものよね。神話にもボラは登場していたのね。一体どんなお話なの？ボラが出てくるのはあの山幸彦と海幸彦のお話なのだ。浦島太郎伝説の元となっていると言われているお話ね。お兄さんの海幸彦の大事な釣り針をなくした弟の山幸彦が、竜宮城のような海の神様の国まで探しに行く。そこで口目の口に海幸彦の釣り針が引っかかっているのを見つけるシーンがある。この口目がボラなのだ。私が知っているのと少し違うわ。釣り針が見つかったのはタイじゃなかったかしら。古事記を含め様々な言い伝えではタイとなっているんだけど、別伝では口目すなわちボラというものもある。口目は口に特徴のある魚、口をの意味。なよしは成長するにつれて名前が変わる出世魚で、めでたい魚という意味からついたと言われているのだ。タイに比べると地味な感じがするボラだけど、神話の時代からタイと並ぶような存在だったのかしらね。2023年1月に愛知県南知多町の港でボラが大量発生した。幅50メートルにわたり何十万匹という数のボラの大群が約1時間居続けたのだ。この時のことは全国的にも大々的にニュースとなったので覚えている人も多いと思う。ボラが水面を覆っていてなかなかの恐怖映像だったわ。これはもしや天変地異の前触れなんじゃないかしら。でも実はボラの大量発生は今回が初めてではない。ボラが大群で押し寄せる現象はほぼ毎年のように冬になると各地で起きているのだ。今までも起きていたなんて知らなかったわ。2022年には神戸の運河と東京の大田区を流れる呑み川で、2003年には同じく東京の立ち合い川でも起こっている。どの大量発生もに30メートルほどのボラが隙間なく水面を覆い、ボラたちも密になりすぎて泳ぐことができずに流されるままになっているような状況だったのだ。このような事態は各地で起きている。さっきは網で捕まえるのなんて無理だって言っていたけど、ここまでみちみちになっていたら素手でも捕まえられそうね。実際素手で捕まえてる人もいたのだ。ボラの大量発生の原因はもう解明されているの？ボラが大量発生する原因はいろいろ考えられるけど、まず挙げられるのが水温の上昇なのだ。水温が上がることがボラの大量発生と関係あるの？ボラは毎年1月から春先にかけて暖かい水を求めて冷たい海から川へと群れをなして遡上してくるのだ。また水温が上がると動物性プランクトンが増えるからボラの餌も豊富になる。暖かくて餌がたくさん食べられるならそれは大量発生してしまうわ。2023年の1月にニュースになった愛知県南知多町の刀漁港では、お隣の約1キロほど離れた諸崎港でも同じようにボラが大量発生している。諸崎港で大量発生したボラは刀漁港のボラより少し大きい個体だったのだ。ってことは違う群れなのかしら。いろんなところで大量発生しているということはこの辺りの水温が上昇していたからかもしれない。この場所は漁港なのでボラの大群は1時間後には消えてしまった。でもボラの大量発生は実はこの周辺だけではなかったのだ。三重県伊勢市中心部を流れる瀬田川で大きさは20から30センチのボラが大量発生した。数百メートルにわたる群れができ約20メートルの川幅いっぱい密集していたのだ。愛知県だけじゃなかったのね。他にも静岡の浜松市や名古屋市では河川で大量発生が起きていた。名古屋の北区にある堀川では徐々にボラが増え始め、1月中旬頃までになんと約400メートルを
隙間なくボラがうごめくほどになっていたのだ。もう想像しただけで鳥肌が立ってきたわ。しかも息苦しそうに水面から口を出して必死にパクパクさせていた。お腹を見せてひっくり返った死骸が増え始め、1月下旬には名古屋市が死骸の回収作業に追われる事態となってしまっている。2022年には東京都の飲み川で約1000匹、大阪の平野川と第二根谷川で約7500匹のボラが大量死する出来事があったのだ。どうしてボラは大量死してしまったのかしら。これは酸欠が原因とされている。狭くて浅い河川に大量のボラが入り込んでしまって、お互いぎゅうぎゅうで苦しいってこと。簡単に言えばそういうことなのだ。ただでさえ酸素が少ない河川に大量のボラが押し寄せてしまったため、行き場をなくしたボラが酸欠で死んでしまった。水温が上がるとプランクトンも活発になって酸素を使うから、酸素が非常に少なかったのだ。口だけ出して一生懸命パクパクしていたのは息ができなくて苦しかったのね。死因は酸欠によるものだが、酸欠に至る原因はいろいろ考えられるのだ。プランクトンの大量発生の他にも、鳥や大型魚などに追い詰められて狭い場所に押し寄せてしまったとか、明確な理由は分かっていないのだ。どれもありえるわね。中には干潮の時に逃げ遅れたなんてのもある。2022年に高級住宅街として知られる兵庫県芦屋市の宮川河口付近で、干潮で水位が下がると海への帰り道がなくなり、幅5メートルほどの川を大群が行ったり来たり大渋滞。水が引いた川底には100匹以上が取り残され、酸欠により死んでしまったのだ。ボラもまさか海へ帰れないとは思いもしなかったでしょうね。大量発生や大量死には住民もびっくりでしょうけど、対応してくれる役所の人に感謝だわ。ボライコール臭いというイメージの人がほとんどだと思うのだ。海釣りでボラが釣れるとゲドウと呼ばれて、そのままリリースすることもある。水の底の方に溜まった泥とかを食べているなら、匂いが体にも染みついていそうね。ボラの匂いは例えるならドブの匂いのように強烈で、特に夏場のボラの匂いはなかなかひどい。慣れてない人や苦手な人は吐き気を催すほどなのだ。ボラに包丁を入れると皮と内臓から特に強烈な不快な匂いがする。やっぱり臭いのね。それじゃあやっぱり食べるのは無理があるんじゃないかしら。今は臭くて嫌われ者のボラだけど、昔は高級魚として重要されていた歴史がある。マダイやヒラメに勝るとも言われるほど美味しいと言われていたのだ。とても高級魚とは思えないわ。昔の人は匂いがきついものを好んでいたのかしら。それかボラの臭みを消す方法を知っていて上手に調理していたとか。どちらでもない、紛れもなく美味しい魚だったのだ。昔は臭みもなく普通に食べられるような魚だったのね。江戸時代にはボラは上質な白身の魚で高級魚として扱われていた。今では悪臭を放つ嫌われた魚となってしまったが、これには原因があるのだ。それはとても気になるわ。先ほどボラの餌は水底のデトリタスやモルイという話をしたのだ。このため水質の影響を受けやすく、汚れた川や汚染された海域で獲れたボラは匂いが体内まで染みついて臭くなってしまう。特に昭和初期以降、河川の水がひどく汚染された影響が大きいのだ。ボラは水質汚染に強いから、汚れた水域でも生息できる魚だって言ってたわね。水質汚染に強いからこそ臭い魚になってしまったのね。それ以前の江戸時代から昭和初期までは、東京湾などでも高級な食用魚としてボラの養殖は盛んに行われ親しまれていた。出世魚として喜ばれ、おめでたい魚としてお食い初めや祝儀にも使われていたのだ。今はお祝いとかおめでたい時に使われる魚はタイのイメージよね。ボラがタイとは同じ扱いをされていたなんて意外すぎる事実ね。つまりボラは本来臭い魚ではなく、汚染されていない水域で生息しているボラは非常に美味の魚ということ。特に寒い時期のボラは身が引き締まって美味しいと人気なのだ。ボラ料理には刺身の他に唐揚げ、生姜焼き、洗い、お味噌汁など他にもレパートリーはたくさん。臭みを消すような酢味噌や柚子胡椒なども相性がいいのだ。お腹が空いてきちゃったわ。美味しいボラが取れるところってどこら辺なの？ボラの産地は日本では長崎県、兵庫県、愛知県、大阪府、千葉県などが主なのだ。しかし産地よりも水質のいい環境で育ったボラであるということが重要。河口付近から離れた水のきれいな磯付近や沖合などで取れた沖ボラを選び、血抜きや霜処理をしっかりとすることで美味しく食べられるのだ。絶対食べたくないって思ってたけど、今はもう食べてみたくて仕方ないわ。
ボラは食べ方が本当にたくさんあるけど、高級魚としての味わいを堪能したいのであれば、ぜひお刺身として食べるのがおすすめなのだ。お魚といえば、まずはお刺身よね。ボラの旬は10月から1月で、寒ボラと言われる脂の乗ったボラがとても美味しく人気なのだ。ボラは鮮魚店やスーパーでも時々売られていることがある。しかもお店の人に下処理もしてもらえるから、自分で頑張る必要もないし、他の魚と比べて安いことが多いから手に取りやすいのだ。河川で大量発生しているボラはさすがに食べない方がいいわよね。食べれないこともないけど、海で獲れたボラの方が臭みは少ない。今までボラだからってリリースしていた人も持ち帰って食べることができるわね。もしボラを釣った場合には、その場ですぐに血抜きをして臭み対策をし、内臓や皮の下処理を丁寧に行うことが大事なのだ。しっかり冷やして持ち帰ることでさらに臭みを軽減させることができる。その場でっていうのが少し難易度が高い気がするけど、美味しく食べるためにはやっておくべきね。釣ってきたボラはまずは鱗を丁寧に落としてから三枚におろすんだけど、魚のおろし方は僕が説明するよりネットで検索した方がいいのだ。そっちの方が詳しく載ってるし分かりやすいわ。こうして処理したボラの身はすぐに刺身にして食べても美味しいけど、ひと手間かけることでもっと美味しくなる。何するの？軽く酒を振って容器に入れて冷蔵庫で一晩置くとさらに美味しくなるのだ。お酒でもさらに臭みが取れそうね。一晩経つと容器には酒とボラの身から出た水分が溜まっている。これを丁寧にキッチンペーパーで吸い取り、切り身の筋に合わせて斜めに包丁を入れると見た目も綺麗な刺身となるのだ。さばいた残りであら汁を作ればお刺身定食の完成ね。ぜひボラを手に入れてチャレンジしてみてほしい。日本の三大珍味といえば、三河のこの綿、越前の鬼、長崎のからすみの3つ。ちなみにこの産地は江戸時代に謳われた三大珍味を特産としていた土地なのだ。三大珍味とボラはあまり関係なさそうだけど、この中の長崎のからすみはボラの卵のことなのだ。私からすみを食べたことがあるけれど、まさかボラの卵だったなんて知らなかったわ。チーズとウニを混ぜたような味がして美味しいのよね。他の魚よりもボラの卵は脂質が多いため、チーズのようなコクのあるねっとりとした味わいがある。からすみはボラの卵巣を塩漬けにして干したものなのだ。ボラを食べるのは抵抗があるなんて言っていたけど、実は高級珍味で食べたことがあるなんて驚きだわ。からすみは日本では古くから食べられていた。名前の由来については諸説あるけど、戦国時代に肥前の名古屋城を訪れた豊臣秀吉に献上した時、佐賀藩の礎を築いた鍋島直重がこの魚卵の珍味の名前を秀吉に尋ねられ、塔の墨に似ていることからとっさにからすみと答えたのが始まりだと言われている。ボラの卵よりもからすみの方が響きがいいわね。からすみは高級食材とされているけど、実は家庭でも作れるのだ。自分で作れるなら作ってみたいわ。手間と時間はかかってしまうけど、基本的にほったらかしでできるし、お店で買うより断然安く食べられる。お刺身でも寒ボラが美味しいと言ったが、からすみに使う魚卵もこの時期のものが油が多くて美味しいのだ。もし卵巣のついたボラが手に入ったらぜひ一度やってみてほしい。一般で売られているからすみは 1kg 7000円から、贈答用になると2万円が相場。手間暇がかかるけど手作りすればとってもお得なのだ。さすが高級食材ね。からすみを考えた人ってすごいわね。実はこの珍味は古くからギリシャやエジプトで製造されていて、日本には安土桃山時代に中国から長崎に伝来したと言われている。日本発祥で作られたものではないのね。日本ではボラの卵巣が使われるけど、イタリアではボッタルガという名称でマグロの卵巣を使用する。スペインではタラやマルーカのからすみが一般的と言われているのだ。国によって使われる魚が違うのね。先ほどもボラが大量発生した愛知県では郷土料理に稲まんじゅうというものがある。ボラとおまんじゅうはさすがにまずいんじゃないかしら。和菓子のまんじゅうじゃないのだ。知る人ぞ知る愛知県海部郡蟹江町を代表する郷土食、稲まんとも呼ばれている。どんな料理なのか気になるわ。ボラの幼魚稲の中に愛知県の伝統調味料八丁味噌と根菜や銀杏などを加えて甘く煮たものを詰めて香ばしく焼いたものなのだ。焼かれた様子がまんじゅうに似ていることからこの名前になった。本なんかでもたびたび紹介され、珍味やお酒が好きな人の間でよく好まれているのだ。
ボラの和菓子かと思ってびっくりしてしまったわ。八丁味噌は愛知県の名物だし、美味しそうね。かつてはこの地域の結婚式などのお祝いの席ではよく食べられていためでたい料理なのだ。ボラは出世魚だから、おめでたい席に出すものね。ボラ雑炊は、三重県木曽岬町、桑名市長島町の郷土料理なのだ。雑炊にボラを入れたもの。雑炊と呼ばれているけど、ボラ雑炊はボラの入った炊き込みご飯のこと。木曽岬や長島町では炊き込みご飯を雑炊と呼んでいるそうで、川でもボラがよく取れたことから漁師料理として広まった。他の地域とは呼び方が異なるのね。この辺りは大量発生する前からボラがよく取れていた。お祭りや冠婚葬祭、地域の会合など集まりの時に振る舞われることが多く、前にも紹介したボラの幽門であるヒソが自分の茶碗の中に入っていると当たりだと言って喜んだそうだ。ご飯を食べるのが楽しくなるわね。最近の子供たちは食の欧米化に伴って魚を食べない子が増えているのだ。そんな子供たちに魚を好きになってもらおうと考え出されたボラ料理がある。子供のためのボラ料理。ボラを給食に出してみようという試みがあった。新しくレシピを工夫することで漁業の再生を図るという取り組みの一環でもあったのだ。とても素敵な取り組みね。広島県の福山市では地元の漁協の女性部が小骨ごとすり身にして作ったボラのコロッケ、その名もボラコロを開発した。給食でパンに挟んでフィッシュバーガーにして給食に出してみると子供たちから大人気だった。この動きは市内全域の給食にも広がったのだ。漁協の女性たちのアイデアによって嫌われ者のボラが貴重な地域資源に生まれ変わったのね。実はボラの他にもイメージが悪い、調理が大変といった理由で食べられていなかったり、流通していない魚はたくさんある。このような魚は未利用魚あるいは低利用魚などと呼ばれているのだ。なんと総水揚げ量の 30% から 40% にも上る。そんなに使われていない魚がいるなんて知らなかったわ。未利用魚は通常飼料やすり身として低価格で取引されている。処分されているわけじゃないのね。安心したわ。こうした魚でも実はボラのように本当は美味しく食べられる魚がいるのだ。そんな魚を無駄なく販売するビジネスが近年見直されている。大手回転寿司チェーンでもボラの寿司を出しているのだ。ボラのお寿司なんてあるのね。また美味しく調理済みの商品として販売する新規ビジネスも立ち上がったりしている。それはとても助かるわ。釣りに行かない人でも手軽に利用できるし、廃棄動線だった魚を美味しく食べられるだなんて、海の恵みを余すことなく堪能できて地球にもとても優しいわね。こうした動きは近年叫ばれている SDGs の盛り上がりの後押しもあって人々に受け入れられている。 SDGs って17の世界目標があるのよね。この未利用魚を生かしたビジネスは SDGs のどんなところで貢献できるのかしら。目標12の作る責任使う責任という項目では、捕獲してしまった未利用魚を責任を持って消費することに貢献できるのだ。目標14の海の豊かさを守ろうという項目では、海と海の資源を守ることにつながる。こうした環境に配慮された水産業がもっと増えるといいわね。今回は人にあまり好まれない魚ボラについて紹介したのだ。あまりいいイメージはなかったけど、匂いの原因は環境のせいだと分かったし、美味しいって聞いて印象が変わったわ。近年では以前よりも技術の進歩などにより水質が改善している場所も増えてきているので、美味しいボラを食べられる機会も増えてきているのだ。水質のいいところで育った鮮度の良いボラをぜひ味わってみてほしい。今回の解説はここまでなのだ。ご視聴ありがとうございました。